中国の去年の新車販売台数が世界で初めて2000万台を突破しました。中国自動車工業協会によりますと、2013年の新車販売台数は前の年に比べて13.9%増え、2198万4100台となりました。トヨタ、日産、ホンダの日系大手3社は、いずれも2013年の中国での販売台数が、 過去最高を記録しかし、欧米などのメーカーが乗用車のシェアを伸ばす中日系メーカーは尖閣問題の影響で前の年に比べわずかにシェアを落としています。